とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はフレンドが入ってこられましたね。古代狩りを行こうと思います。まあ、後から何人か来るかもしれないけども、とりあえず、2人でやろうか。古代狩り5周頑張っていきましょう。おっと、古代人来たよ。で、パーティーが3人になった。あれ、1人来てないな。まあいいか。ちょ、ここきついとこだ。ちょっと待って。ここきついとこや。やば。ここ結構やばいぞ。オッケーオッケーオッケー。俺が弓を、タゲ取ってるから大丈夫か。きつ。よし。いけたね。なんだ、ボーンクラブか。しょぼいな。あれ、もう一人来ないぞ。大丈夫か。先進みましょう。それでは1周目終了です。見てみましょう。おお、ウィザー。あー、いや、スキルがよろしくない。ダメだね。あー、でもなかなかいきなりいいのは出てきてるから悪くはないぞ。はい、次。ミステリー、ダメ。おお、ソウレード、いらないね。お、踊り子だ。あ、ゾンビ特攻か。ちょっといらないかな。おお、いいの出るな、本当に。いやー、よくない。はい、2周目、行きましょう。いやー、失敗したなー。プラス25で来てしまった。まあまあ、マルチでは今もなくなったんだけどね。マルチではなくなったんで。ああ、よし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 。1人、これ遅いね。よし、次行きましょう。よっしゃ、また出た。この装備してるとプラス25でもほぼ変わりないね。ほぼ変わりない。ザクはもうワンパンだから、あれが来てるから、誰もワンパンなんでそんな変わりはないね。うん、やっぱこの装備も強いな。2周目おしまい。うん、やっぱこの装備でいくとちょっと遅いね。ダッシュが効かなくなるんで遅い。さあ、危ない危な、危ない危ない危ない。やっぱ周回するときはもうこの幸運をつけとかないと俺絶対度忘れするんだよな。いかんいかん。はい、ストームランダー、いらない、いりますね。あ、お、これはフロストアーマーは、いやー、いや、クールダウン多すぎ。1つでいい。2つは多いな。残念。惜しかったよ、惜しかったよ。OK、まあその調子でいこう。3周目ゼロ。やっぱ宝箱40個とかあったらゼロだわな。まあ仕方ない。おお、おっと、ちょっと待って。ハープか。ハープは、でもまあ、今持ってるのでだいぶ満足してるしな。いらないね。今ので十分だもん。いりません。さあ、次。おお、もともとから運がついてるか。でもエンチャントがしょぼいな。いりません。おバブルバスターが来てるね。カリュードの契約いりません。いらない。バブルバスターは、いや、いらない。エンチャントモブへのダメージアップも微妙だな。次。ピグリンの誇り。これ、未だに使い道がわかんないんだよな。ピグリンの誇りはわかんないね。はい。じゃあ4周目、行こう。よかった、4周目。出てきた。でも、こいつか。なんか、今日、やたら多くない？フィーバー多すぎない？
つが全然出ない。おお、京子が来た。京子、京子さんが来たよ。どうだ。お、クール、めちゃくちゃいいかもしんない。クールダウンついてるでしょ。で、幸運変更、そうか、もともとからポーションバリアこれついてんだ。採用、これは採用です。いい、おお、なんかいいのが来たね。殺戮はこれもともと俺あんま好きでもないんだよな。いりません。おお、急兵どうだ。そうね、オーバーチャージの弓を使うときに急兵アーマーちょっと欲しいなと思ったんだよね。いやでもこのエンチャントではちょっと使いにくいかな。いや待てよ、バーストボーストリングしてローマルチロール悪くはなさそうだよね。おお、まあクールダウンがないからやめとこうか。スライサーいりません。急変あれ惜しかったな。クロスワイドダメだね、ダメだ。まず黄金のねレベル2っていうのが第一か。達人を無限がついてダイナモ、オーバーチャージやめときましょう。じゃあラスト1周。いやまさかのラストもゼロだったね、厳しいな。さあ見てみましょう。おーハープ最近よう出るな。ハープよう出るね。あ、無限にでダイナモ付き。いらんね。いや、リフレッシュ意外といいのか。ダイナモリフ、ちょっと待って、今俺が装備してるダイナモの、ハープってなんだっけ。あ、無限ついてるんだ。あ、ならいらないや。いりません。ボイドコール、全然いらない。ダーメ。次。幸運の槍。毒の雲か。いりませんね。防具はノーマルなので、もちろん、必要ありません。うわ、ノーマルだ。あ、でも、ポーションバリアこれついてるね。でも、いらないかな。はい。まあ、とりあえず、こんな感じでした。今日あんまり出てないな。見てみましょう。4つ、そうか。あと1個、最初マルチで行ったやつが、なんか、ボーンクラブかなんかあったでしょ。あ、あった。これだ。いらんね。いらないね。で、狼アーマー。あ、もちろんいりません。バトルローブどうだ？いらない。いらないかな。いらないね。はい。まあ、とりあえず今日はね、これ。これだな。お店で売ってた強固なアーマー。これは良かった。これ良かった。まず変更と幸運でしょ？で、クールダウンがもともとついてて。で、ここに、そうねー。まあ、稲妻フォーカスつければ、カバンビルドみたいな形で、やっていけるか。防護つければめちゃめちゃ硬くなるしね。まあ、ちょっとそこは考えていきます。今これ装備してるんで、まあ、パワーアップしたね。パワーはね、減っちゃったんだけども、まあ一回鍛冶屋に入れれば、250ぐらいにはなるんじゃないかな。はい。ということで、またやっていくので、チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。